皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はダンベルで肩を鍛えるコツをね、4つご紹介させていただければと思います。ダンベルで肩を鍛える種目といえばね、ダンベルショルダープレスとかね、サイドレイズとか、この辺の種目が思い浮かぶかなと思います。プレスもレイズもね、動きがだいぶ違うんで、それぞれね、いろいろ種目ごとのコツはあったりするんですけども、共通してどの種目でも気をつけていただきたいなっていうことがやっぱりね4つありますので、今回はそのね、どんな種目でも共通して気をつけていただきたいことについて改めてね、ご紹介をさせていただければと思います。最初は1つ目なんですけども、重量をしっかり伸ばしていくぞという意識を持っていただきたいっていうことですね。これはどんな種目でも、もうダンベルに限らずバーベルでもマシンでも何でもそうなんですけども、人間の筋肉って刺激に慣れてしまうとなかなか成長がね、緩やかになってしまいます。なのでトレーニングやってる、今やってる重量に慣れてきたら、どんどん重量を、ね、伸ばしていかないと効率よく成長ってしていってくれないんですね。これは筋肥大に限らずダイエット目的でトレーニングしている方も一緒です。なので別に女性の方とかでね、別に筋肉大きくしたくなくて、痩せてね、スラッとした体になりたいだけなんだけどっていう方でも、慣れてきたらやっぱりね、しっかり負荷を上げていかないと効率よく体脂肪を落とすこともできないので、とにかくね、ダンベルに限らずですけども、しっかりダンベルでトレーニングする場合でも、慣れてきて目標の回数、セット数ができるようになったら、もうしっかり重量を上げるっていう風に意識をしていただく、これがもう何よりの基本になりますので、肩のトレーニングをされる際も重量はしっかり伸ばしていくんだという意識を持ってトレーニングしていただければと思います。そして2つ目なんですけども、1つ目とね、若干矛盾してるんじゃないかって思うようなコツなんですけども、重量を伸ばしていくのが大事とはいえ、身の丈に合った重量を使っていただくというのも非常に大事になってきます。よくありがちなのが、サイドレイズでめちゃくちゃ重いダンベル持ってるんですけども、もうね、反動を使って思いっきりこうね、振り上げるようにやってしまう方とか、ダンベルショルダープレスももうものすごい狭い可動範囲でもうちょこちょこ動かすだけになってしまってる方とかね、そういう方は結構いらっしゃるので、なるべくね、こういう無駄な反動を使わないで上げれる範囲のウェイトを扱っていただくですとか、なるべくね、しっかり自分に合ったこう最大限の可動域で動かせる重量をしっかり使っていただく、その中で重量を伸ばしていただくように意識をしっかりしていってください。やっぱりね、重量を伸ばしていくぞという意識が強すぎると、どうしてもこう反動を使ってしまったりとか、可動域が短くなってしまったりということがありますので、重量を伸ばすというね、意識を持ちつつも、心のどこかでね、しっかり冷静になって、そのご自身のフォームを観察しながらね、トレーニングしていただくと、より効率よく肩を鍛えていくことができますので、意識をしてみてください。そして3つ目なんですけども、適切な可動域を見極めるということにあります。これはね、例えばサイドレイズだったら、負荷って重力の方向にしかかからないので、ダンベルを一番下まで下ろしたところでは負荷は全く三角筋にかかってないわけですよね。で、上げていくにつれて負荷がだんだん強くなっていって、腕が地面と水平になったところで一番負荷が強くなるわけです。そこから頑張って上げていっても負荷が弱くなっていくんで、サイドレイズやる場合は腕が地面と水平になるまで上げるぐらいが一番理想の可動域ですよということになります。そしてショルダープレスなんかでは、フルレンジでやった方がいいんだって思って下ろしすぎると、その人の、肩の柔軟性によっては、ここでね、インピンジメントといって、肩のインナーマッスルを挟んでしまって、逆にね、可動域が広すぎて怪我をしてしまう、そういうことが起きたりするので、どんな種目にしろご自身の柔軟性とか関節の健康度、
こう肩怪我したことがないかとかですね、ちょっと関節緩くなったりしてないかとかですね、そういうことですとか、あとはその種目の特性なんかをこう総合的に考えていただいて、どれぐらいの可動域がまあ一番ね自分にとって適切なのかということを考えていただく。でその中でご自身に合った適切な可動域の中でなるべく広い可動域をとってトレーニングをしていただくということを、おすすめをします。一生懸命トレーニングをしてこう重量を伸ばす、筋肉を増やす、まあそういう気持ちを持っていただくのはいいんですけども、どこかでねこう冷静にご自身のフォームを観察していただく、そして体への負荷のかかり方を観察していただく、そういう目を持っていただくとよりね効率よく体を変えていくことができるかなと思いますので、しっかりご自身にとって一番いい可動域っていうのを見極めていただく、まあそういうね目を持っていただくのをおすすめします。最後4つ目なんですけども、これもねダンベル特有の、まあ、メリットになりますけども、手首とか肘の角度をいろいろ工夫していただくというところにあります。これはね大胸筋をダンベルで鍛える時のコツでも、解説をしましたけども、バーベルやマシンとの最大の違いですよね。こう手首とか肘の角度が自由に変えられるというところにあります。サイドレイズだったら、例えばちょっとね手首を返して親指側から上げるのか、まあはたまたね小指側から上げるのかによっても全然負荷のかかり方違ってきますし、ショルダープレスで言ったら例えばバーベルのように手のひらが正面を向くやり方もあれば、ニュートラルグリップ、脇を締めて手のひらが向かい合わせになる状態で上げるやり方もあれば、アーノルドプレス、まあ有名なボディービルダーの名前がついてますけども、一番下では逆手で、ここから上げていくにつれて順手になっていく、こういう上げ方もあったりしてですね、ダンベルならではのこの肘とか手首の角度の違いによって、刺激の種類がね、何通りにも変わってきます。こうやってねいろんな刺激を筋肉に与えてあげることで、停滞を打破してバーベルだけではね成長しきれないところもしっかりね刺激を与えることができるようになりますので、この手首とか、肘の角度を工夫していただくというのをねおすすめします。ぜひ意識してみてください。はい、今回はですね、ダンベルで肩を鍛える時のコツ4つご紹介させていただきました。重量を伸ばすという意識を持っていただく、でその一方で、身の丈に合った重量をしっかり選んでいただく、で可動域もご自身に合った可動域をしっかり見極めていただく中でなるべく広い可動域を取るようにしていただく、そして最後に、手首とか肘の角度を工夫していただく、この4つねご紹介させていただきました。まあこれはねどんな種目でも当てはまることですので、まあ、肩に限らずねいろんな種目でダンベルを使う際は意識していただくといいんじゃないかなと思います。他にもね何か知りたいことがあればぜひコメントを書き込んでいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。